なるとは。よーい、さあ、お待たせしました。みんな一斉に入りましたね。女性でもあっちまで全部ね。はいはい、早い早い。これちょっと遠近感でなかなか分かんないね。難しいけども、映像の方一人早いじゃないですか。白の T シャツの方、そうですね。ね、そして B ゾーンではピンクのボーダーの方、赤のボーダーの方かな、かなりリードしてる感じしますけれども、足を止めずに。あ、でも向こうのやっぱ白い T シャツは早いですね。あの女性のキャッキャ言ってる声がすごく聞こえてきますね。いいですね、楽しげですね。あのやっぱりあの説明家としては、はいはい、沈む前にっていうのがそうだね、足が埋まっちゃう前に、はい、そしてゴールしたんじゃない、ゴールされたんじゃないですかね、はい、映像の白の T シャツの方ですかね。ジャッジの方、審査の方にインタビューしたいですね。と思いますが、さあ皆さん続々とゴールです。もう全身汚れることなく来られる方もいますけどね、わあすごい戦いです。もうスタート時点からほとんど動いてない方もいらっしゃいますけど、その2本目がなかなかね、でもね、1個目でグッと入っちゃった、うん、水色の方、ね、そうですね、まあ、子供を終わって女性を終わって次男性、はい、こちら B ゾーンの、はい、1位の方と B ゾーン1位の方、はい、背中にあのガパンチュー、はい、すごい気合が入ってらっしゃるんですけども、1位おめでとうございます。 B ゾーンの1位ですかね。 B ゾーンの、あ、やった、ありがとうございます。もうダントツでした。あ、ですか。よーい、さあスタート。一気に飛び込んだね。ガブーンと音がね、うん、すごい。できれば一番だね。早くないこれ、みんな。あ、これ手前のB ゾーンの、はいはい、深緑っぽい。そうですね、深緑さん。深緑さん。あ、深緑さんは確か何かのレースで1番で走ってきた人ですよ。飛んでくる浮島はすごい大会に来て、また、はい、優勝かな、はい、1番になった、うん、深緑さん1位ですか。これもう絶頂だよね。そうですね、うん、いや早かった。彼結構ガタ慣れしてますよ。あ、なるほど、うん、あれね、それがガタリンピックですね。それで結構軽快に走られてましたから。いや、でもやっぱさ、でもね、圧巻ですね。圧巻。圧巻ね、そうですね。ずわーっと走ってきましたね。男性だとまたちょっと違う迫力がね、うん、力強さがあります、ね。水しぶきじゃないですか、ガタしぶき。頑張れるか、その言い方で。みんな、調子はどうですか。太い声が。位置について、よーい。さあ注目選手がたくさんいたこの最後のラストレースですけれども、スタートしました。スタートが大事だってことがね、何レースかも分かってる。さあ進んでますけれども、誰がいます、一番速い方とか。結構横並びですね。そうです、横並びですね。皆さん横並び。 C の白い C の方かな。あ、でも A も速くない。 A はみんな立ってますね。あ、B の B の青い、あ、はい、C の白の T シャツの方が1位だったかな。2番の方、1番になりました。 C の2番の方が1番です。もうややこしい。C の2番の方が1番です。ややこしいやん。チェリーさんは、チェリーさんはね、うん、粘っとうね、2番でね。チェリーさんすごいハマってますね。チェリーさん、チェリーさん割と最下位に近いところ。結構あの、ガタイも良かったですからね。あの、やっぱハマってしまうとね、うん、抜け出しにくいんでしょうね。チェリーザネマットね。あ、足は出てるんですけどね。チェリーってますね。チェリーってます。テレビ的にはでもいいんじゃないですか、これきっと。ね。せめてカメラさん、チェリーさんを映したけど。チェリーさんが頑張ってますけれど。